はい、スターオーシャンやっていきたいと思います。前回は、あれですね、そう、ゲストキャラが入ってくれたよっていうところで終わったかなと。そのギルドがどうっていうのと、どこ行けって言ってたっけ？クロス洞穴？どこだクロス洞穴って。近くだといいね。なんかでもあそこにびっくりマーク出てるから、まあいいな。3人になった時にこう普通に3人やっぱ走るっていう、このどっちだ、水辺で魚を釣り上げる特技です。へえ、釣れるらしいですよ。33センチだったらまあもう、やったわ、やったわ。こっちっぽい、そうね、分け前期待しております。私、とても期待しております。宝箱もあります。あ、これだ、魚魚影が見える。なんか別のゲームやってるみたい。この魚釣ってる部分だけは。あ、イワシ 15.3。 やったわ。まあでもイワシでその大きさってでかくない？うん、ここか、これだこれだ。よし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 、行くぞー。何これ、ちょっと雰囲気あるな。一旦セーブしますね、はい。まあでも3人になったから戦闘は多少楽になった。いい、さようなら敵を、まあ、とりあえず戦おう。はい、敵を、敵を Y でどのエネルギーを攻撃するか、味方全体指示を出します。へえ、ちょっと待って、強くね。よし、80点ってそこだな。うわ、ここ思ったより敵強いかもしれない。なんか今までさ、一撃で粉砕みたいな。他に道があるはず。はい。ごめんなさい。他に道があるはずです。よいしょ。準備はいい？戦うしかなさそうですね。そうね、はい。ちょっと待って。回復。80点ですとこだな。回復してあげなきゃ。そっか、回復薬私だ、忘れた、ね、そうだよね、ごめんなさい。ちょっと頑張って回復するわ、戦闘中に。忘れちゃうんだよね、やっぱね。はい、よし、ドーン。これは100点じゃない？さっきからなんか80点80点言うてるから100点、うん、どっちだ。山本で戦うか。まあでも戦闘がサクサクだから別に戦うことに対して嫌だなってことはないよね。
僕らの勝ちだな。力が、なんだろう、彼女を見習った方がいいのかなと思う。一切動かない感じ。お名前何でしたっけ、セリーヌさん。そう、セリーヌさんを見習って、むやみやったらに動き回るのやめた方がいいのかな。おしゃれ女子は動かないと思うんだよね。多いな。はい、思ったより弱かったね。100溜まりそう。ディープミスト、いいね。ディープミストか。お金一番嬉しい。だってね、装備品買うのもやっぱり金ですからね。はい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 、どっちでしょう。で、回るかもね、はい、でもね、MP がちょっと、やばい、待って、 MP ないじゃん。あららら、あ、次300まで貯まるんだ。宝箱ね。 MP の自動回復でないもんね。はい、いや、でも回復してる。あ、戦闘終了回復か。まあ、ちょろいちょろい。なんかすげえ敵いっぱいいるとこあるんだけど大丈夫？嫌なんだけど。いや、それはそう、本当に宝なんてあるの？なかったらこれちょっと謝罪会見。はい、これなら満点だな。そうだな。てか広いね。アイテムアイテムアイテム。とりあえずでも回復系落ちてるから地味にね。はい、やめなさいよ。サンダーボルト無事で何よりでしたが、当然ですわね。レベル9、レイを習得。レイ強そう。レイってこんな序盤に覚えていい技なの？まあ、どういうエフェクトかわかんないけど、やっぱテイルズ脳だからさ、私テイルズ脳としてはちょっとやっぱレイイコール、え、何これ、何今の、怖っ。だからば、おー、いいね、いいね。よし、これ嬉しい。レザーブーツ装備します。はい、なんならただのブーツいります？ブーツあげます、はい、お下がりでごめんねあれ、でもいけるも、あれ、ここかな。じゃあおどき、よし、うわ、なるほど。エネミーリンク、複数のエネミーシンボルが線でつながっているときはエネミーリンク中です。連戦になります。連戦は最大で5回です。はあ、はい、来るぞ。いたいたいた。これなら満点だな。やった、満点
満点もらいました。よし、これ関係なかったら笑うんだけど。あ、ジャンプできるんか。なるほどね。邪魔だな。うお、まず細い道に来たね。これ振り返った今。振り返んなよ。はい、いいよね、基本ぶん殴っときゃ倒せるんだから。なんかさ、とりあえず逆方向向きたくなるよね。ね、その技おしゃれじゃない、羨ましい。なんか魔法使い系っていいよな、エフェクトがおしゃれで。アイテムなんじゃないかなって。でも違うっぽい。ほなこっち行こう、はい、リンクしたね今ね。敵です、気をつけろ。はい、ブレス。遅い、サンダーボルト。もうレベル9ではいいのかな。レベル12までだよね、上がるの。もうすぐだ。大丈夫かな。ここっぽい。何これ。行き止まりだ。場所が違うのかな。本当だ。変な岩があるだけね。おかしいですわね。地図だとこの先に宝の部屋があることになってますわ。もしかして偽物？そんなはずは。ところでレナさん。はい。レナさんって回復の呪文が使えますわよね。それはどうすればできるのかしら。さあ、私もよくわからないんです。いつの間にか使えるようになっていたから。紋章術には回復の紋章なんてありませんし。へえ、そうなんだ。はあ、高い地図でしたのに。あれ、でもそれ買ってないんじゃなかったっけ。他の道を探してみます。そうですわね。セリーヌさん、その前にちょっと僕にも地図を見せてくれませんか。ここに小さく何か書いてありませんか。呪文はどうだとか。本当ですわ。かすれて読みづらいですけど、確かに何か書いてありますわ。その通りやればいいのかな。とりあえずやってみますわね。開けゴマって。通路か。やりましたわね。行ってみましょう。なんかいいね、なんか本当冒険してるって感じ。よし、行くぞ。やりましたわね。やりました。おお、よかった。何も入ってない。なんてこと。は、なんだっていうのよ。許せない。ちょっと待って。なんとかなる。準備はいい。即衣装落とす。はい、
早くない？死ぬの。ちょっと待ってよ。やばい、 MP 足りない。あの怪我人はね、すぐそこで倒れてるんですけど、大丈夫ですか？よかった。あ、経験値が入んなかった。あ、キュアライト。まあでもゲスト参加だからね。ゲスト参加の方はまあ、まったく最悪よ。あ、待って、傷を負ってるとポーズ変わってるもん。変わってないか、気のせい。全然回復しないんだよな。どうしようかな。ヒール、キュアライト、中回復、キュアライトの方がよくね。そうだね。でとりあえずじゃあ、え、これいちいち出てくるってことないよね。やったわ。大丈夫？あ、でもちゃんとアイテム入ったらよかった。あれだけ入ってないのは、これはウッドシールド、どうぞ。これが目当てのアイテムかな。見つけましたわね。これですか？何なんだ一体。多分古文書。なんて書いてあるのかしら。ダメですわ、私にも全く読めない。私の故郷に戻って長老にでも聞くしかなさそうですわ。あら、長老、あるいは言語学者に頼むしかなさそうだな。そうですわね。何、どうした、何それ。待って何これ、どういうことこれは、え、一番最新作だよね、スターオーシャンの6ってね、の主人公が加入しましたって、どういうこと。バトル中、バトルメンバー以外の仲間を召喚して援護を行います。へえ。自身の故郷の途中で召喚し、コンボスを増やしたり、ピンチの時に回復してもらうの。なるほどね。いろんなキャラいるんだ、多分他シリーズの。なるほどね。それはどこにあるんですか。これだ。なるほどね。それできるようになるよと。はあ、なるほど、なるほどっていう。はいはいはい。え、でもこの方をやる必要は、ちょっと待ってよ、今日か。これヒールをさ、強化したらよかったのかな、そういうこと。キュアライト覚えちゃったんだよなそうなんだよな。プレスを強化しよう。はい、んで、どうぞ、はい、どうぞって。おっ、レイ使ってほしい、切実。んで15あるよ。フェイント、フェイント、トランス、トランス、まあ、何も、まあやろうとはできるけど、はい、13、はい、行きます。僕もう帰ればいいの、多分。そうだよね。
え、でも強かったですね、あのガーゴイルみたいなやつら。まあ、でもなんか私最初さ、ちょっと彼女セリーヌさん、あのビジュアルはすごく好みだし、なんかこう一緒に冒険したいなって感じだったけど、なんかちょっと内心ちょっとどこかでさ敵なんじゃないかみたいな思ったけど、そうでもなさそうですよね。このああいう人でちょっと裏切る人多くない？そういうゲームのやりすぎだよね。おレイ強、かっこいい。意外に弱かすな。レイかっこいい。もっと使ってほしい、こっち何があるんでしょう。あ、まだまだ先は長。あ、何これ、イカついた宝箱、シルバーだって。何ドーンって、は、いや何何、開けたから敵が湧いたとかそういうこと。やりましたね。すげえ湧いてる。ちょっと待って、これさ、え、何、もう帰ろうよ、こんなままパッと帰れないパッとは帰れないか。そうだよな。あ、ここのボタンあったんだ。ダンジョン待ち、戻れないそうだよな、今は戻れないよな。うわ、悪夢だぞこれ。頑張ろう、これ今回の一番の最難関かもしれない。5最大じゃん。よし頑張ろう、みんないけるよ。いけるいけるいけるよ。強913 強すぎる。あ、もうこっちの方がいいよ。はい、ドーン。はい、どうぞ。特に召喚これまでもない。痛い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 、よくないよくないよくない。意外に弱かった。いや大変だったよ。そう、ボス戦並みにくれるじゃん経験って。ありがてー。当然ですわね。さあ帰ろ一体余ってたよ。そんな一体は無視して帰ろ帰ろ。いや、いいね。うん、あとサクサクレベル上がるのもいいですよ。うん、まあ12までしか育てれないっていうのはちょっとあれですけど。仕方ないです、気をつけなきゃ。はい、怪我はない。やばい、300溜まるよこれ。よきよき、多いんだよな。さよならっと。よいしょ。あ、でももうゴールですよ。ゴールというか出口ですよ。はい。あ、セーブ。まあ、いっか。あなたたちのおかげで助かりましたわ。お礼を申し上げますわね。いや全然気にしないでいただいて大丈夫ですよ本当に。そんなことないですよ。そうそうそう、ま、ソーサリーグローブに関する手がかりは見つからなかったけどね。あら、ソーサリーグローブのことを調べていたんですの。ええ、そのつもりでエル大陸に渡ろうと思っていたんです。そうだ、セリーヌさんも私たちと一緒に行きませんか。レナさん、だってセリーヌさんの猛将術があると心強いなって思ったんですもの。いや、それはそう。そうね、考えてもいいですわよ。本当ですか。
ねえ、でも本当にいいのかしら。え？ぜひお願いします。もちろんですよ、ぜひ仲間になってください。じゃあしばらくお供させていただこうかしら。嬉しい。やった、よかったね、クロード。うん、まあね。じゃあ最初の予定通りクリクに向かって出発しましょう。やった、あ、正式な仲間になりましたよ。やった。いや、もうこれが、これを望んでた私は。セーブしてない、セーブしてないけど大丈夫だ、これセーブオートだからまあいいのか。ということで体験版ここまでみたいですね。レベルは上がり結局切らなかったか。そうだね、ここまでということで、いやーちょっとこれは楽しかったですね。なので、まあ、製品版11月でしたよね、購入しようと思うので、そしたらまたこの続きをねやっていけたらなと思います。だって続き気になるもん、だってね、どうなるんだろうって。あ、ここでセーブできる、クリアなのか分かんないけど、はい、よし。ということで、ここまでありがとうございました。続きは約1ヶ月後ですね。1ヶ月ちょっとかな後に、またやっていこうと思うので、その前にできたら1とかやりたいなとはちょっと思ってるんだけど、まあでも、2発売までに多分終わんないもんな。ちょっと、まあ、2終わってから1やるか、いきなり1をやり出すか、ちょっとわかんないんですけれども、本当、ここでありがとうございました。また、続き。何回目だろうね、動画ね、わかんないけど、続きでお会いしましょうということで、ありがとうございました。今回この動画ね、これで終わりたいと思います。はい、バイバイ。